これは170、ゆうきさんが100何センチかって言ってる、ポール持ってるのが僕、このスノーピークのしかないから、ちょっと長いのかもしれないけど、これ、側も中に、逆側も中に立って、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと下手くそすぎるね、これは。ペグを忘れたのと、あと、あれだね、やっぱここを開いて使う場合だったら、この高さのポールはあんまり関係ないんだろうけど、やっぱりこれ、長さ厳密に測っといた方がいいですね。ここがね、うまく閉じなかったりとか、するんでね、入り口が。ちょっと何センチか忘れましたけども、これはちゃんと測っといた方がいいですね。今ちょっとポールがね、なんかちょっと長すぎたので、もうどうにも石とかで調節しようと思ったけど、どうにも合わなかったのでね、で切ってね、ポール代わりにして強引に合わせております。これが合ってるのか間違ってるのかっていうのは別にして、まあかっこいいな。いや、この迷彩の色もちょっといいですね。これすごく気に入りましたね。今日初めてこの DD タープ使ってみたんですけど、これね、ステルスバリー以外にもいろんな使い方ができるというね、優れものなんで、ちょっともっとね、これから慣れていったらいろんな貼り方に、チャレンジしていこうと思います。ちょっとペグを忘れたのが痛かったな。ポールは木でなんとかなるんですけど、ペグがちょっとね、結構な本数使いますね。11本ぐらい使うのか。今日に限ってね、ペグを持ってきてなかったというね、痛恨のミスでございます。一応ステルス張りのつもりでございます。まあまあ、今日はもう雨も降らないでしょうし、これで寝れると思います。最後 DD ハンモックス社のね、ロゴを写しておきましょうね。ドッペルギャンガーアウトドアさんのね、コット、これを、このタープの中にね、 DD タープの中に入れて、今日は寝床を作ろうと思います。コットがいいのいっぱい出てるんですけど、ちょっと高くてね、いいのはね、でかといって安いのはすごくかさばって、すごく力がいるんですけど、この
ドッペルギャンガーさんのね、ソフト。これ程よいかもしれないですね。値段もお手頃で。作る過程はね、そんなややこしくないです。某会社の、コット1個持ってるんですけどね。非常に重くて、まあ安いんですよ。安いんですけど、非常に重くて、ちょっとね、実際使わない。で、すごく力がいる。そういうことで、買ったんですけど、ほとんど使ってないですね。その点これは、まあ僕イメージキャラクターにしてもらってるから言うわけじゃないんですけど、これは本当に、お手頃だと思います。使いやすい。でこうやってね、連結していきますね、これをね。まあ、この穴をね、同じ方向に揃えて連結させます。穴、間違えてるね。こうやって連結させます。そしてこれですね、これをね、よいしょ、マジックテープなどでここからこのさっき連結させたのを入れていきます。で、3箇所この切れの方にね、ここに穴がほげてるんですけど、ここ合うようにね、さっきのこう、これこの穴が、まあ、勝手に合うようになってるんですけど、よいしょ、入れていきます。ズンと、でもう一個も、で奥まで入れたらこうこうマジックテープを閉じるとね。で、これこういう部分があるんですけど、大先の穴、ね、ここに差し込んでいくだけですね。で、通常これがなんだろうな、俺が買ったのがもう相当力がいった必要だったんですけど、これはまあそこそこ一瞬力入れれば大丈夫ですね。結構有名な会社が作ってたコットだったけど、僕が持ってるのは非常にちょっと、ね、折りたたみ式だったんですけどね、使いづらい。今このドッペルギャンガーさんのね、コット使うときはこれを持ってきて使ってますね、こうやって。まあちょっとそれは力言いますけど、もうこれぐらいでハマるんだったら全然です。もっと力言いますから、僕がもう一個持ってるのはね、よいしょ、完成と、ね、で、これで寝るということです。で、ここにちょっとしたポケットもついてるんでね、タバコとか携帯とか入れておけばいい。よし、これを入れますよ。中が
こんな感じですね。やっぱこのここのね、ドアを閉じようとするとやっぱちょっと高さが低いですけども、まあ全然大丈夫な感じですね。これで十分寝れると。ドッペルギャンガーのねこのコットも綺麗に収まりましたので、中はこんな感じですね。これ夏とか非常にいいな。前前回でね、カヤをつけて、なんていうの、パップテントみたいな使い方もできるみたいなんでね、そういうのもちょっとね、夏とか、今ちょっとまあ12月、もうすぐ正月という時なんでね、寒いんで、ステルス張りにしましたけど、これでちょっと今日は寝てみようと思います。あ、この色、やっぱ良かったな、俺は。好きだな。あそこに結ぶんじゃなくて、多分こっちに結ぶんでしたね。これは正解かどうかわからないですけどね。まあ一応。この柄もいいな。